どうもどうも、皆さんこんにちは。今日もリトルナイトメア続きからやっていきたいと思います。前回ですね、手の長い人、なんとかね、腕ぶった切るという残酷な殺し方をして巻いたわけなんですけれども、今回ですね、新しいステージ入ってきております。でさっきからね、聞いてください、この不穏な音。もう完全に不穏な音ですよね。人を殺す音がしますよ。まあ、というわけでちょっと進んでいくわけなんですけれども、よし、行こう。さあ、何が待っていることやら。奥には絶対行けないですよね。はいはい、知ってます、知ってます。何がおるん？ここからかな？あ、そうですか。おーっと。やべやべ、動けねえ怖くて動けねえぞ。あ、これダメなやつ、ダメなやつ。あ、大丈夫あれ、おいしそう。首の後ろなんか隙間空いてますけど、てか大丈夫、バレてない、バレそっちくんかい。肉切ってて、肉を、コクさん頼むからさ、肉切ってて、肉。あ、バレてない、バレてない。やべやべやべ。何を作る？完全にこの下をずーっと行けってことだよね。怖い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 。あ、ちゃんと料理しとるやん。なんかわからんけど。ちょっと見てよ、ちょっと見てよ。動き見てよ、よく。もうあそこでかき混ぜるでしょ？かき混ぜる、かき混ぜる。うん、かき混ぜる、かき混ぜる。はい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 。あー、なるほど、そこの奥か。オッケーオッケーオッケー。これ。はいはいはい。おっと、ノムさん。ちょっとお互い大変ですな。バレた、バレた。あ、出たよ、鍵だよ、鍵。どうしよう。どっちから来る、どっちから来る。鍵パティンか。あったかな、鍵。登ってみようか、とりあえず。大丈夫か？よし、よしよしよし。で、とりあえずこの、これを別の場所に置くと。よし。え、はいはい。あ、あー、だだ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 。ダメ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 ダ何者だお前は。なんか引っかかって出られないんだけど。ゆっくりこう、ゆっくり、ゆっくりこう。慌てる必要ないからね。
鍵だよ、鍵。どこにあるんだろう、鍵。多分でも、梁の上行くんだよね、あれ、雰囲気的には。やばい、やばい、やばい。タイルが無駄に綺麗なのが、やっぱり、こう、職人かたぎの空気を感じさせるんだよね、このデブから。魚に何か調味料塗りたくてますね。仕事してんな、ちゃんと。出てきて。ダメだ、さっきからこれの繰り返しだよ。これ目の前で捕まった。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、ちょっとあの魚に詰められて死んでしまった。いや、完全食材として見られてるんですけど、いつか鍵あった、鍵。あ、しかもここからだ、ラッキー。ここに行きたくて、今頑張ってたからな。よし、走ろうか。ほい。よし、ナイスナイス。オッケー。そうそう、これがしたかった、これが。これがしたかったんよ。上に乗りたかったんよね。鍵なしでもいけるのかな、もしかして。そんなことはなさそうだよね、さすがにね。ああ、何もないっすね、何もねえや。よし、そしたらこっち行こう。これ頭の上に落とすとかそういうあれはできないのかな。でもちょっと音からしてね、軽い感じだったからね、今なんか入ってないだろうから。いや、うせえ。いや、さあ、ちょっとデブの方さ、絶対ここ登ってこれないでしょう。ちょっと実験していいですか。ああ、何も反応しねえか。作ってる料理の中にね、魚の頭なんか急に入ったらすげえ嫌だろうかけど。ああ、こっちでいいんだ。オッケー。あ、ねえ、びっくりした。この未だにリトルナイトメアの、ね、遠近感がちょっとつかめないところがあるんで、ご勘弁を願いたいところでございます。よし、行こう。ふぅ。ちょっと落ち着けるかな、これ。なんだ、石鹸か。あ、石鹸だ、滑るね。なんだろう。よし。OK。彼はどこに消えてんだろうね。どこに入れないから机に乗れないね、多分。よし、となるとやっぱりあそこ引くしかないか。ほい、さっと行けちゃう。あ、はいはいはい、エレベーターですね。はい、どうも、お邪魔します。ん、あれ、あ、戻ってきただけだ。
あれ、つうと。絶対こっち来るっしょ。来ない。ああ、来ちゃった来ちゃった。やっぱ来ちゃった。っていうと鍵どこにあったんだろう。大丈夫、こっち来る。来ちゃった来ちゃった。なんだよ。どうしたどうした、どうした、何やってんの今。あ、いけるいける。鍵よね、鍵、本当に。ちょっと見えないっしょ。さっきの部屋の中にあったってことなのかな。入れるもんでもないし。あ、開いてるじゃん。いけるいける。真っ暗。え、ちょっとちょっと。え、大丈夫？やべえ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 のいるやべえの。取れるでしょ。もう一度だね、もう一度だね。あ、ぶら下がってる。やべえよやべえよ、なんだよあれ。あの鍵どうやって取れる、飛んでくのか。出たっぽいね。あ、やっぱ地味に死んだ。すまんすまん、君の耐久力を見誤ってたようだ。おっと、やっぱ夢か。よかったよかった、夢でよかったぜ。となるとだ、え、でもあいつ起きたらさ、絶対行くでしょ、下。そんなあかんといて、あかんといて。ちょっと。どうせ起きるんだろ、すぐに。なんか覆面みたいなのしてるんやね。さてどうやっていけるかな、普通に。はあ、全然普通にいけたわ。よいしょよいしょ、飛び出してこないよね。よし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 、ひとまずこれを置いて、よいしょ。はい、来た来た来た。やっぱ乗ってたらどうしようかと思ったわ。
あ、いるわ。早速いるわ。大丈夫かな？一回来させてから行く？それともどうする？どうする？手前の魚何加えてんだあれ？釣ったまんまかもしかして。返しのついた針とか加えてんのかな。あー来るね、多分来る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 。あーカチカチ音鳴ったから火つけてね、多分ね。あ来るわ、来たわ。何往復もしてっけど、兄さん何の肉を持ってってるんだい。ちょっとつまみ食いかいそれは。あれ？もう一人しかいないね。あ、ここにもなんか扉あるんだ。なんか姿が見えねえんだけど、怖えな。なんで気がついた。もう鍵を取り落としちまったよ。よいしょ、入っとこう、入っとこう、とりあえず入っとこう。あっとも、ジョスジョス、大丈夫かな。一応一応いけちゃうんじゃない、いけちゃうんじゃない、いけちゃうんじゃない、いけるんじゃない、いけるっちゃう、い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 けるうちにいっちゃおう、いけるうちにいっちゃおう。ナイス、回して、オッケー。扉を開けてお空場所へ。下手くそか、もっと上手に開けてください。これ見つかっちゃうじゃない、大丈夫。あ、開けるしかないね。開かない、こっちか。よっしょ、ナイス。はい、ちょっと油にまみれた床を行って、はいよ、はい、こんにちは。はい、あれあ、正解。そうっす、そうっす。お肉だ、これ落とせるね。おい、これあれじゃね、持ってくんじゃね、これ引っ張っていけばいいんじゃない、これ。おお、だけか、違う、あ動かねえや、違うね。あるね、ちょっとぶっ壊しとけばいいのかな。なんか黒い何かが出るんだよね、これ。何なんだろう、これ。チェックポイントだけか。特に何もないね。よし、そしたら下戻ろうか。もう何もないでしょ。乗れるだけ、もう乗れるだけだ。いや、戻ろう。重量を感知してこうなるのかな。あ、これあれじゃん、ミンチする機械だよね。大丈夫、誰もいないけど。動かすのはできないから、
これやるしかねえんだろうな。これやるしかねえんだろうな。ん？となるとこっちか。ほい。うん。あ、上の肉がね。はいはい。あ、ソーセージ。え、あの肉塊で1個しかできねえのか。なんちゅうコスパの悪さ。わかった。じゃあ、あれを何個か入れてこいってことか。わかったわかった。わかったよ。要はそれで、どこか行くと。2個しかないよね。1個しかないけど、上のやつって、上のやつって下ろせんのかな？ちょっと飛んでみる、一回。まあ、どうせ失敗したって夢落ちだしね。おうおうおう、いけるいける。OK。2個くらいまとめていきたいよね、これね。ああ、いけるいける。OK、OK。よし。3つソーセージつながればいけるでしょう。よいしょ。シュッと残って。じゃあ、いきまーす。はい。2個入った。代わりにソーセージ作ってやっかんね。限界だね。よし、これでもう届くでしょう。おしゃれ、ナイスナイス。はい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 、とはい、届かない。もう一回チャレンジ。諦めんなよ。諦めたらそこで試合終了だからな。とはい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 、よし、ナイス。うまいじゃん。で、さて、食肉加工エリアから出られたけど、やばそうな空気がまだ漂ってるからね、これ。そろそろ追っかけてくるパッティング来るんじゃないですか、これ。これ入るってことでしょ、もう。あれ？何も来ないね。あ、また鍵だ。え、鍵あった？ちょっとここの先か。ここ行くしかないってことか。ちょっと待って、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 それはずるくないかい？めちゃくちゃ出待ちしちゃったわ、もう。よし。それじゃあ今日はこの辺で終わりにしましょうかね。いやー、なかなか。双子なんですかね、あれね。二人ともシェフ顔にね、なんか被ってましたけど。いやいや、緊迫した状況が続きますよ。なんてどぐらいマリオなんだって感じですね。よし。じゃあ今日はここまでで終わりにしたいと思います。語りは私、高2でお送りいたしました。次回もですね、よろしければご視聴のほどよろしくお願いいたします。それじゃあ、さようなら。バイバーイ。